こんにちはえっ、ー、とですね、今日株価下がっちゃいましたね。私のは6万6千円下がりました。だから0.6%ですね。総トータルの中で、はい、下がってます。えっ、ー、とですね、まあこういう日もあるでしょう。で、えっ、ー、とね、一番ショックなのが応援している、えっ、ー、と任天堂、Nintendo。 福見損がまあ1万4000円たったこれだけですけど、やはりね、もうぜ,ぜひ頑張ってもらいたい。はい、で、まあ、あのこういう日もありますよ。えあのずっとね、あの底をつけてから上がってきたってこと。で、長谷港も初めてね、えー、ち,ょちょい下がりましたね。えっ、ー、400円下がってただけですけどね、はいえー。逆に好調なのが四国銀行。これね、今、銀行、地方銀行、今いいですね、えー。ということが言えます。はいまあ 下がった方が多いですね。一番激しかったのは、どれだ詐欺日産、日産、500円割りましたね、はい。いいんですけどね、本当に。全、ね、勝ホールディングスあ。これもね、だいぶ上がっていたんでね、そろそろ調整に入ってきたというところがありますね。あ調整というかね、うん、ねまあい、いい金額が変わってきたかな。これはね、 もうちょっと上がってほしいところですね。それから吉野家。あ、牛丼系が下がってるんですね。なんでだろう。今日は肉の日なんでね。えっ、ー、と、11月29日なんでね。ということが今日はありました。えっ、ー、と、肉系が悪いですね。あと、イオン、北海道。食、食料関係。食料関係が下がってます。うん。残念。えっ、ー、と、任天堂ね。それで今日ちょっと、今日からね、始まってるんですけど、 公募、えー、ですね、えー、OP というやつですね、はいえーと、新規上場じゃないですよ、新規上場は IPO というんですけど、PO というものがありまして、えー、要はその企業がですね、えー、と大きなあの投資をしたくてですね、資金を集めることを言いますね、あの公開、えー、販売ですね、はい、があります。でそれはね、えーとお、安く買えるんですよ。 でえー、どんな銘柄かというとですね、ケネディックスですね、えー、ケネディックスレジデンシャルネクスト投資法人というあの、これはリート,リートですね、えー、の銘柄になります。まず、えーとね、種類でいうとリートですね、えー、株証券会社で買えるんですけど、どういうものかというと、う不動産投資ですね、要は大家さんになると。 えーとマンション、賃貸マンションのオーナーになっていくるんですね。の一人として参加できるということになりますね、えー。昔、ホテルリートを結構買ったんですね。で、そこで、えー、となんとかね、含み損なしで切り抜けたんですけど、多少利益出して。で、えー、不動産リートをいくつか今添えてます。えっ、ー、と、最近買ったのは、えー、マリモリート地方,地方創生 というですね、あの銘柄。これ結構人気で配当もいいんですね。広島を本社に置くですね、えー、管理会社ですね。で、デベロッパーでもあって。で、あの、これもね、なかなかあの価値も上がって、ちゃんと配当もいただいています。はい、で、あと、あの有名なのはこのケネディックス・レジデンシャル・ネクストというところですね。これは世界的な海外の、うん、外資系なんですけどね。日本だとね、長谷工さん。 んですね、えー。が出資したりとかしている部分の会社でもありますあの。外国、外資系の企業ですね。はい、で、あのー、結構ね、豪華なね、賃貸を扱ってます。都心部とか大阪でも中心地、もしくは芦屋とかもありますね。で、家賃がすごい高いところを持っていてですね。で、そういうのを作るんじゃなくて、買い,買い取るんですね。 で堅実なところもそのありまして、えーと、30平米程度の 1K とかですね、えー、という学生向けとかた単身赴任者用の向けの、えー、とマンションも所有しています。はいまあ、か,かなり数持ってますね、特にあの住宅系が多いです。はい、であのこういうい不動産投資を… を少しず何かってい,るのは何かというと今、えー、インフレがねアメリカで起きていて日本もそれにつられて物価高に今なってますよね、えー、どこに行ってもねあ食事今高くなってますあの焼肉太郎はねあのスタミナ太,太郎が12月2日から値上げとか言ってますしであの最近食べた肉の宮山ね岡山でもよく食べたんですけど大阪でも食べてみたらね高くなっているんですよということで物価高に今なってますよねでこういう物価高の時何が強いかっていうと不動産なんです で不動産投資をしとくと、あのあのの家賃収入で、で土地はねあの、えー、そんなに下がらないんですね。はい、下がらないし、まあ、下がるものもあるかもしれません、地域的にはね。ね、えー、こういう大都市圏を主体としていることと、えー、とマンションをベースとしているということですね。であの今ね、マンションのね建設量が今多くいいのと、えー 住宅もね、マンション化してますね。うんえー、大都市で生活しようとするとみんなマンションです。はい。ですごい便利ですね、住んでみると。はい。で、私、一戸建ても持ってるんですけど、あの、やっぱりマンションに一回住んじゃうと、本当に楽。あの、草刈りもしなくていいしね、ゴミ出しも楽だし。はい。で、荷物もね、あの、一回エントランスに高いボックスもついてるし、こんなね、便利なことはないと思いますね。 ということでね、えっ、ー、とケネディックスですね、これが OP ですね、えー、に、えー、今、売り出しを今日今日から公募に入ってます。で、大体1週間ぐらいで締め切っちゃうて、ね、たぶん金曜日ぐらいで締め切っちゃうのかな。はい、で、あのー、この OP っていうのは、えー、何が利点かというと、新規上場の IPO に比べて、大量に、えー、ですね、あのー、上場資金と違ってですね、大量に資金集めしますので、あの 当たることがあります IPO も OP もですね、抽選なんです、基本はね。はい、で新規上昇すると、だいたい株価が上がりますね。OP も大体上がる傾向が多いです。はい、8割方が上がるかな、はいえー。で、買ったら大体あの株価が上がって、すぐ売却すれば利益が出せるということ。それと、OP っていうのは、あの現在 IPO と違って、 IPO は新規上場なので、まだ株価の実績がないところなんですけども、IPO とは現在株価、株の取引をされている銘柄なんですね。ですから現在の株価に対して、ある確定日があるんですけど、それに対して2位から5%ディスカウントで買えるんですよ。もうそこでね、そこで確実に勝てるんです。はい。で、えっ、ー、と、抽選なんですけども、それで確定すると、大体5日間ぐらい平均なんですけど、それで初めて手にすることができるんですね。 ただ、その、決定してから、あの、手に入れる間の5日間の間に、あの、先売りってできるんですよ。で、そこでもう売ってしまう。ね。で、手に入った途端に引き渡すというような手があります。で、だから、この、えっ、ー、とね、大量にね、あの、当たればね、申し込んで当たれば、すっごい儲かりますね。はい。というやり方が一つあります。あとは、いい銘柄だったら、そんな売ることもなく、えーですね、ずっと持っていればいいんですね。 で特にリートっていうのは配当がいいです。でこれは年、ね、2回あるね、ね、えー、ありますので,、えー、で、これはね、マリモに比べるとあの配当金は、えー、4%ぐらいです。はいはい、4%ぐらいですね。まあ、ちょっと少ないんですけどね。あので、えー、今またまさにねその家賃とかの収入が増えれば、それだけねあの配当があります。要は あのインフレなんで、家賃も上げ,ら上げやすいんですよね。そうすると、この収入も上がってくると。で、このレジネクス、えー、ケネディクスレジデン,ンシャル・ネクストの今業績を見ると、もう数年間ずっと上がり調子なんですね。はい、だから、あのー、これはずっと持っててもいいような銘柄ですし、なおかつ2から5%のディスカウントで申し込む、まあ、あの買えるんですね。待、まあ、たらないとだめですけどね。で、IPO と違って、PO の場合はですね、 あのえー、店頭でやると、要は抽選に当たりやすい、その証券会社がそれぞれあの持,ち持ち株割合を,を与えられるんですね、それで店頭で買うと、インターネットで買うんじゃなく申し込むんじゃなくて、店頭で買うと、あの当たる確率がぐんと上がるんですね、その営業マン次第というかね。 はい、社内の,その力関係でで決まるんです。だからあの、昔から株をやっていてインターネットでやり取りをしているんじゃなくてちょくちょくね、証券会社の支店の窓口に行って注文してくるとか、ね、あのもともと口座を作るのにインターネットでやるんじゃなくてその営業マンからあの口座を作るとかそういう方はあの窓口に行きやすいじゃないですかそうすると当たりやすいんです。はい ほぼ当たります。その営業マンの人の,の、社内営業で当たります。はい、でインターネットで出ると当たる確率は半分以下に落ちます。はい、で、えーと、この毎年、あのこれを、P、を PO やってるようなんですけども、当たる確率は半分ぐらいらしいですね。はい。それと、あのなんだ、1、えー、口が20万9300円って書いてますね。 今、これより5%ダウンですから、えっ、ー、と、20万割って19万ぐらいで買えるってことですよね、5%だったらね。はい。で、黙って1万円は儲かっちゃう。あの、すぐ、あの、えぇ、ー、売りにかけてしまえばですね。はい。まあ、ということも言いますし、もしくはあ、そのまま上がっていれば、さらにですね。で、じゃあ、チャートをちょっと見てみましょうか、これね、この銘柄。はい。えっ、ー、と、2年銘柄で見てますと、まあ、 右肩上がりの株価が上がっている。ただ最長、最大の時に比べると、えー、っとちょっと確保しているということですね。で今、直近でいうと下がってますね。ちょっとさ、6ヶ月ぐらいにすか。そうすると2回下がってきたのがありますね。それに比べると、ですね、で一番最低が2万2000円ですから、はい、現買いで5%ダウンで買えれば、それを安く買うことができるんですね。はいだから そこで買えるのとほぼ同じです。はい。だから今、そのチャンスだと思うんですね。で、これを例えば、この一口20万じゃなくて100、100、口買ったらどうかなと。で、証券の窓口で、証券会社の窓口で、あの10口とも当たってしまえば、えー、200万じゃないですか。そういうの5%なんで、10万。黙って10万ポンと手に入っちゃう。10万ね。 じゃあ1000株買ったらどうかって言ったら、黙って100万儲けられちゃうんですね。はい。100口買えればね、それだけの資本、2000万ほど、えー、まあ資本持っていれば、100万円手に入っちゃうんですね。はい。1000万ほど、その、えー、あればですね。はい。あの、自由にできればね。というような銘柄、あの、BO ってはそういうものです。はい。まあ確実にね、あの、お儲けられると。 でこの銘柄もうちょっと長く見てみましょうか。長い期間でね、はい。5年で見ると、ほら、ね、ずっと上がってきている。はい、で、10年で見ると、もっといい時もあったんですけど、えー、ジグザグで上がってきていると。で、今、直近2年以内では最低の価格で買えるんであれば、これはもう投資していいんじゃないかなというところですね。ということが言えます。はい。で、あとは、えー、っと、優待が実はあるんです、これ。 あのー、全国にね、いろんな箇所の老人ホームを経営してます。それの、えー、日帰りなんですけどね、お食事食べて帰ってこれるんですけど、老人ホームの生活が体験できるということですね、こういうことができるということですね、はい、ということが言います。はいまあ、それが楽しいかどうかあれだとして、ですね。であと、権利確定は年に2回、1月と7月とありますので、今買ってしまえばもうすぐ配当が1回入るという。 ねこういううまみもあるんですね。で、信用残見ますと、えさすがリートの場合はね、あの信用取引があんまりないんですよね。だからこの辺はちょっと参考にならないかな。えー、買い、買い算と売り算ね。えー、よく見ると、えー、月によっては買いが強かったり売りが強かったり、ちょっとジグザグですね。だからこれはあんまり参考にならないかな。で、リートなんでね、業績はちょっとわかりません。でもあの、えーと、この、 ケネディックスの全体を見ると、右肩上がりになっています。はい、えー、っと、どうでしょうかね。企業情報ですね。はい。えー、千代田区の内幸い町。ということは、日比谷公園のあたりですね。日本支社があるということですね。はい。ということですね。で、えー、っと、これあとですね、この、えー、不動産投資の場合、格付けがあるんですけど、えー、っと、AA マイナス。 A ランクの上の方ですね、の評価を国際的に受けてるということですね。であの、このサイトを見たんですけど、えーっと、やっぱり賃貸で貸してますから、空室があるとやっぱり痛手となりますよね。で、はいあのー、満室率っていうのは97.5%ぐらいなんですね。はい、もうわずかですね、空いてるのはね。わずかです、あの空室率は。だからこの辺はね、 とてもい,いで,、ねはい、で、すね資産規模は2700億ことですね。すごいな。うんはい、えー、っと、はい。ではね、これまだ買ってはいないんですけども、あの実は一口だけ申し込みました。はいえー、ケネディクスですね、えー。これちょっとおすすめかなと思います。ただね、あの、えー、っとあた当たらない確率、半分にあの普通に。 えですね、インターネットで申し込むと、えー、前回のなんかね、あのー、見ると、実績見ると、まあ、公開はないんですけど、掲示板なんかを見ると、えー、10口申し込んだら5、5口当たったとか、半分ぐらいですよね当たるんですかね。うん、で、窓口で買う人はね、たぶ100%当たるんでしょうけど、あのー、ちょっと私の行ってる証券会社は近くにないので、あのー、窓口でちょっと買えないんですね。 た、はい、だ、抽選を待つ。で、当たればラッキーですよね。はい。で、もうすぐ配当なんで、まあ、1月末まで持っていきたいなというところの目ですね。はい。えー、ケネデクスうですね。エジデンシャルネクスト法人を見つけて、えー、今これだけですね。まあ、PO はですね、PO これだけなので、これに今、人気集中しちゃうんじゃないかなという気がします。まあ、変えなくてもいいんですけど、変えたらね、もうま、まず確実に1万円はゲットですね。 では今日の、ね、株式報告でした。